明るく、楽しく聞き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 ですどうも、大野隆でございますおー、誰と思ったいやー、出ましたね出ましたね、新作がねー、これ何ですか新作ガードナゴルフベルトですゴルフベルトということで、今日はこのゴルフベルトたっぷりと動画でも楽しんでいただきたいと思いますので、皆さんよろしくお願いいたします今からラジオ収録ですお願いしますお願いしまーすいいですかはい、お願いしまーす あじゃあ一発入れときますはいはいさてさて第三週のこの時間はですねガードナー株式会社から福山健介さんに来ていただいておりますこんばんははいこんばんはよろしくお願いしますよろしくお願いいたします、はい、さあということでケンケン今日はどんなお話なんでしょうか、はい、今日はですねはい いつもガードナーベルトの話ばっかりなんですけど今日はそれがさらに進化したまた別の商品持ってきました別の商品持ってきたただけんけん。ガードナーベルトハワイでめちゃくちゃ売れてるんでしょそうなんです売れてるというかもうどんどん使ってもらっててねえ向こうでは腰痛ベルトっていうよりもどっちかで言うとトレーニーさん筋トレする人たちアスリート系の人たちにもガンガン使ってもらってはあそうですかいや、です。もうお前がお前が言ってますね すごいなまあでもやっぱ外国の方にもやっぱもう受けてるとそのガードナーベルトが。そうですねまあみんな腰持ってますからね。 そうね確かにそうよね。でもやっぱりいや体の要ですからみんな腰持ってますからってそんな表現があるんだなと僕思いましたけどでもそうよよね確かにみんんんなやっぱ悩ででるす腰が痛いとかっていろいろの生活の中でもそうですしあとやっぱアスリートの皆さんもそうですし腰の痛さってきっとその人それぞれじゃないそれぞれのいろんな痛みがあったりとか痛い場所もちょっと微妙に違ってたりとか。 ね、でサポートしてほしい部分が例えば背中に近い腰なのか足に近い腰なのかとかほらそういうのでも全然違うもんね。はいはいはい はあそれでまあ本当にあのまあ日本の皆さんもそうですけどもまああのハワイの皆さんにもこのガードナーベルトが非常に人気になっているということですからまだ知らないという皆さんはですねぜひあのガードナーベルトで検索をしていただけるといいのではないかなと思います。はい、でその新作ということで今回持ってきていただいたベルトは何でしょうはいこちらです。 ゴルファー専用にベルトを開発しました。これはね、あの私も試作品を使わせていただきましたけども、はっきり言いますよ。はい、スコアが上がりました。ありがとうございます。よかった。びっくりしましたよ。本当ですかこれ本当。たまたまかもしれないよ。たまたまかもしれませんけども、いいスコアが出ました。85でもありました。私。85ってすごくないですかすごいのよ。ちなみに普段平均どのと普段は90から100。 悪い時は110とか打ちますからめちゃくちゃゃゃくいいいじゃないですかそう。これ何が良かったのかなっていや、これですね今まだあの発売前もうすぐ発売なんですけど、うんはい、多分放送されている頃には今もうウェブで買えるようになると思うんですけど、うん、とにかく、はい、骨盤を安定させることによってあのミスが減る、うんね、力をるそうかもしれない、はい、なんか骨盤が立つとか腹圧が上がる、まあ、いろんな理論はあるんですけど、うん、とにかくなんか。 安定すするってみんんな言うんですか確かにあのミスショットをしなかったっていうのがもしかすると一番の要因かもしれない,はい、はい、で、ドライバーのショットって、まあ、本当にあの、まあ、18ホールの中でやっぱ必ずまあ使っていくわけじゃないですかその中で僕ドライバーのミスショットが一発しかなかったんですよ。おー そう、だからまあそうやっていう意味ではミスショットが本当に減ったなと素晴らしそうなんですね。うん、とにかくその骨盤が回転しやすくなることで、うん、あの無駄な力を入れずにそのゴルフらしい動き確かかに、そうかもしれないなな変なこと考えなくていいって言われす。うん、あの骨盤こ,のこういう姿勢でアドレス持っているとかいろいろゴルファーさんって考えるんですけど、ね、だやっぱアドレスに構えた時にやっぱりその腰の位置がどこなのかって考えるんだけど、はい、このベルトをつけてるとクッとこう腰が上がるというか。はいはい それで、なんかやっぱこうスタートを切れるというか、動き出しのスタートがね。そうなんです。だから、これすごいなと思いましたよ。なんか、あの、人によっては、あまりにいつもの体と違うというか、動くようになるんで。初めて打った一球とか二球は、なんか、思いっきりミスショットになったりする。いつも以上に体が動いちゃう。動いちゃうと。で、それで、あ、なるほど、こういうことねって分かってから、もうずっと安定するっていう。 確かに、ね。パターはもはっきり言ってきっちりこうなんだろう、体が動かないというか、体幹がしっかりするという感じがしました。本当に使ってくださいね。使いました。だからスリーパッドはなかったほとんど。<laughs> そうなんですよ。<laughs> びっくりしました、ね。で,で、僕はもう正直言いますと、はい、あのガードナーベルトの時から僕はこれゴルフの時に使ってたんですけど、パッドのラインを見るときにガードナーベルトが太いと。 ちょっとしゃがみにくかったんです。よ。で、今回、それが改良されて細くなってるから。何の問題もない,い。そうなんです。もう、とにかく、アスリートのため、に作ったベルトですね。うん、はあ、で、その中でも、やっぱ、ゴルフ。に特化してると。はい。これ、とことであの、ちょっと、視聴者の皆さんにわからないと思うんですけど。はい、細いベルト。<い>ちょうど、ゴルフ。今の、制服というか、ユニフォー,ームの。ベルトはないと、うん、す。 これはだからまあだから本当にベルトの穴に通せるあのベルトですから日常使いでもいいいでもよねっていう。そうなんです、ね、実は僕も今つけてますつけてるやん、うん、普通にしてよくなるんで気持ちいいです、ね、はあそう実際にでもまああの私もつけますよ今からはい、ぜぜひひ。つけてどうなるのかみたいなのあるのなんかそういうこう検証みたいなのがはい、はい、あそうなんです実はいいある今、いいですかい、はい、いいや、やややもううう、う。っちゃはですりりままししょょ はいラジオなのにこれマイクから離れてねちょっと私も立ち上がりますよごめんなさいねマイクのちょっとスタンドがギギ言ってますけどもはいということでじゃちょっとはい僕に後ろ向けて立って後ろ向けてはいこれ私今立ってまあベルトをつけていただいておりますはいつけたことあると思うんで普通にまずはじゃ普通につけますよはいでまだ締めない状態ですね閉めない状態ですセットしてるだけですはい今セットしました状態で普通にこう足踏みをしてもらって足踏みをはいもう普通にはい。 ですこのガードナーベルトっていうのはここからねギュッとこの滑車の力を借りてグッと締まっていくとああグッとこうなると骨盤が安定してて足がまず上がりやすくなる。ちょっと試してみても確かにね足が上がりやすいのと腰の位置がグッと上がった感じがするでこれ面白いのがちょっと一旦外してもらっていい 外す。はい外しますよ、今。はいベルトも外すあいやそのままでこのはい。で僕持ってるんでこのまんま足踏みをずっと続けてます足踏みはい今あのケンケンがグッとね締め締めた状態でマジックテープはつけてませんよでも締めた状態で今私足踏みしておりますでここから一気に僕緩めちゃうんでそのまんま歩き続けてくださいいきますねはい。あ重くなったわかります足が。そうなんです。あれ 足踏みの軽さだからラウンドがしっかり。閉めて閉めて閉めてちょっとケンケン閉めて閉めて。ーとそうこれはいいよ。今この足踏みしてます。もういいよ。ここからでゆ緩めないでよ。<laughs> ケンケン緩めると急になんか足が重くなるじゃん。そういうことなんですよ。はあ。で

ケンケン緩めちゃダメなのよわかりますわかるケンケンがぐっとこのガードナーベルトのいわゆるねそのこれなんていうのこの部分っていうのはこの部分骨盤のてっぺんらへんですね腸骨量というところなんですけどガードナーベルトの部品でいうとここの部品でなんていうんだろうストラップですね締めるためのストラップをケンケンが持って締めてくれてる状態と緩めた状態で今まああのお話ししましたけど ケンケンが締めてるくれてる状態では非常にこう骨盤が安定して、はい、でこう腰の回転が非常に楽、はい、でも緩めたら一気に体が重くなる感じがするっていう,うなこれんだろうかそうあ力を入れやすいかどうかっていうのは、はい、うこれでも意識的にやっぱ集中的にここにやっぱ入るもんね意識がね。はい さあ、ということで、ラジオでなかなか伝わってるかどうかわかりませんけども <laughs> 後半も突入していきますんで、後半もよろしくお願いいたしますおいす、はい、面白いすごいねわかりましたわかる全然違う自分でしててびっくりしてるはよし、じゃあじゃあ、引き続きいきましょうねはいはい、はい さて、えー、この時間のお客様ですけどもガードナー株式会社から福山県け警んけん、えー、福山健介さんに来ていただいております。 よろししくお願いいたします、はい、さあということで、まあ、前半ね、はいえー、先ほどのブロックではですねこのガードナーベルトゴルフベルトを締め、はいえー、させていただきまして、まあ、本当にあの骨盤のあ位置だったりとかあと足踏みをしてやっぱり自分が楽かどうかっていうこれはもう今僕が体験してのもう本当に率直な感想ですけどもベルトをしてちゃんと締まった状態では足の上がりがすごく楽軽く上がる。はい でも緩めた途端、なんか重くなるっていう、うん、でも、重くなるっていうかそもそも締めてない時の状態がそういう状態ですだよね。はい、でこれを締めたことによってやっぱりその骨盤の位置だったりとかまあ、意識も集中できるはい、はい、そういうことで楽にななると。そうなんです。これはでもだからまあ今僕43歳ですけども、はい、例えばの話もうちょっとご年配の方とか、うんね、そういった皆さんにもつけていただくと普段のウォーキングから 楽になななっていいくんんじゃないそうなんです。決してゴルフだけのものではなくて、うん、もう普段日常生活から歩幅が大きくなったり、うん、散歩がより楽しくなったり買い物出るのがおっくだったのが、うん、スイスイ行けるようになったり家事仕事全部ですね、うん、日常生活でも使っていただけると思いますい、ね。でこのベルトの穴にちゃんと通せるように設計されてるということでそうこの間、まあ、あのちょっと前ですけども僕もこれつけた時に本当にベルトの穴に入るんかいと。<laughs> ちょっと疑ったんですよ。太いんやないんかいと、きっちり入りますね。そうなんです。素晴らしいですよね。ベルト穴100個ぐらい検証した。さすが、さすがやっぱものづくりの会社ですね。あらいよ、もう。すごいね。で、あとね、いいのは、このガードナーベルト、ゴルフベルトをつけてるのを誰にも気づかれない。ああ、隠せます。これよ。そうなんです。そう。 ただ今後でやっぱちょっと夏になってくるとっていうところですけども、も、うん、でもズボンの上にこれ巻くことができるからはい、はい、ほとんど見ることが見えないんじゃないかなと思うんですよね。そうですね。ねあ別に見られて恥ずかしくなければ服の上からベルト穴を通さなくても全く問題で、うんね、実は使える。そうでもあの黒に設定してるのでここがやっぱいいよね。スタイリッシュでで,、ね、できるだけ目立ちにくくて服に合いやすい。 ね、そうなんですよ、ね。だからなんかこうなんかいろいろまあでも逆に言うとカラフルな、まあ、ベルト感覚で言うとちょっと迷彩柄だったりとか<ー>なんかそういうふうにデザインをこう変えていくとまたかっこよくなるかもね。はいはい、そうですね。ね 展開頑張ります展開頑張っていただくということですけどもそもそもでもこのゴルフベルトというかアスリート用はなぜ作ろうと思ったんですかこれですね。もともとガードナーベルト、うん、オリジナルのあの腰痛ベルトとしてまあ知られてるんですけど、はい、あれがすごくいいしスポーツの時にも使えるっていう声は、うん、あの当時からあったんですけどただちょっと大きいので報道力安心感はあるけど、うんえー、動きにスポーツによっては邪魔になる,とあるとか,か、ねまあ、ずれることもある、うん、目立ってちょっと恥ずかしいとかうん、うん、いう声があったんで じゃあもう,ちょもう少しカジュアルなスポーツ寄りなものを作,ろう作ってみようということで、うん、細く細くしていって、うん、で細くちょっとこれ細くしすぎたかなと思ったら、うん、あれたまたまベルト穴通るなあ、うん、面白いなこの使い方、うん、ゴルフってみんなベルト穴あるよね、うん、ゴルファーさんんちょっっと使ってみませんか 飛ぶ,飛ぶ,飛ぶあぶ飛<ー>って言ってあこれはすごくゴルフベルトとしていい、うん、っていうことで改めめてててゴルフ専用として開発を始めたっていう。うんうん、そこからやっぱこういろいろもう本当に改良を重ねてはい、はい、でアスリートの皆さんから人気になってとで特にやっぱゴルフされる方っていうのはやっぱり好きでやるんだけどはい、はい、ちょっと腰に違和感があったりとか腰に痛みを抱えていたりとかでもゴルフしたいんですよ。ね、そういいいいいった皆さんのこのこサポート。いや、絶対いいと思います。本当にね その趣味で長く続もう何なら一生や,りやったい,いけどい腰が痛いからやめちゃう、うん、ちょっと行く頻度が減っちゃうっていう方がもう五万といて、うん、そういう方の助けになれればなといやーでもこれは本当に今もねプロの皆さんにもあのゴルフのプロの皆さんにも、はい、プロゴルファーの皆さんにもまあ愛用していただいたりとか検証していただいてるということですから、はい、もっともっといろんなデータが集まってくると。そうですね 多少人気になりすぎるな。いやちょっと怖いですね。怖いなちょっと。<laughs> 本当にマスター俺マスターズでちょっとあれガードのベルトつけてんじゃん、みたいな。<laughs> もしかしたら強すぎて禁止カードにな,るな,ーなっちゃう可能性もあるよね <laughs> 本当に <laughs> そのぐらい本当に、うん、プロからも評価されてるんで、ね、開発した僕たちが驚くぐらいですねいやーすごいよね、はいまあ、改めてそのガードナーベルトそしてこのゴルフベルトの、まあ、構造というものをちょっとあのケンケン教えてもらいたいんですがど,どういう構造になってるんでしょうかこれはですねね、はい、皆ささん想像を膨らましてください、ねうん 滑車が10個左右にプレートの間に滑車があるんですけどいわゆる腰に当てた時に腰にこの滑車がね10個あるんですよね後ろ側に滑車があってその調整ストラップをぐーっと両で引っ張るとその滑車同士が動いて狭まって後ろ側の腰骨を優しく手を上げて押し上げてくれるような感覚になるしまってるけど特にその滑車が後ろ側がしまるんで後ろ側を重点的に支えてくれるようなだからもう単純に腰痛持ちの人もいいですし えー、スポーツ向け、アスリート向けの方にも、うん、どちらにもおすすめできる。そうね。だからなんかあの寝っ転がってちょっと背中とか腰をちょっとマッサージしてよって言った時に手のひらでこう支えてちょっとクッと上に上げるというか。まあ、表現上手ね。なんかこう肩の方にこうぐっとこう上に上げてる。ああいう優しさもありますよね。でよ結構こうカシャって力強く締まる、うん、絵面的に力強そう。うん 痛いんじゃないのかって逆に言われるんですけど、うん、そんなことない。うん、そんなことないよ。いいよこれ,これ構造が本当なんか両手で腰を支えてる感じになってるから、そうですねえ、もう手のイラストとか入れればいいのにこれ。<laughs> ち,ょちょっとこれで、ねね、なんかね、天使の羽みたいな感じ。天使の羽みたいな感じで。<laughs> ねえいやまあでも本当あの体の要、まあ、中心になるところはやっぱり腰じゃないかなと僕も思ってますし、はい、そういったあの不安がある人にはぜひ一度使っていただいて、ねね、今までのいろんなサポーターとかもあるけど、はい、僕が使ってやっぱり本当にいいと思ってるしあ,もうありがとうございます、うんであのまあ、仕事仲間の,あのでテレビカメラマンさんとかやっぱ腰痛持ち多いんですよ。そういっった皆さんにも使っても使てててらえ ちょっっとこれやっぱ体験しないとわからないと思うんでわからないと思う一家の方だと天神大名にニューミーさんというところがありまして、うんはい、そこで体験できるようになってます。はい、ただちょっとこちらのベルトまだ発売前で、うん、えと6月中旬から、はいえー、ウェブでクラウドファンディング「幕開け」というサイトで先行販売が開始されます。うん で体験できるようになるのはおそらく7月中旬か末ぐらいかなと思います。はい、ということですのでクラウドファンディングはもうスタートしているということでございましてそして、えーとまあ、発売は7月になるとなっておりますので、はい、ぜひまあ皆さんね、えーまあ、まずはガードナーベルトで検索していただいていろんな動画も上がってますし、はい、ぜひ皆さんに見ていただいてそして、ね、体感もしていただきたいなというふうに思っておりまままますすすささあンンん,んにはちょっととエンディングまでおおお付きききき合いいいいいいいたたただ思引続よろしくお願いししく願願ます。 はい、じゃあエンディングでございます。エンディングなんかお伝えすることありますか？うん、エンディングってどのぐらい,いですか？もう三分ぐらいに三<ー>分。そんなまあもうマク,ワクも言っちゃったしですね。<laughs> うん、まあじゃあまあ斉藤もう一回皆さん見てくださいね。そうですね。まあガルナ,ナベルトの方だったらニュイミー体験できますってこと、うん。そうですね。だけもう一回。わ、うん、かりました。はい。了解です。じゃあその話します。はい,はい。 ささあさあ,さあ番組あっという間にエンディングの時間が近づいてまいりました今週も聴いていただきましてありがとうございますさあ後半のお客様ね第3週のこの時間はですねガードナー株式会社から福山健介さんに来ていただきましたけんけんどうもありがとうございましたありがとうございましたねえまああの実とあのまあロマンチック、えー、ラジオなんですけどもこのガードナーさんゲストに来ていただいてる時はですね実は動画も撮ってるということで <laughs> ガードナーのサイトでいつ上がるんだと。<laughs> 僕はもう心待ちにしてるんですけども。はい、はい、ということでちゃんとで上がるようになってるぜひぜひまあ皆さんね、えー、ガードナー株式会社でですね、はい、えもう本当にガードナーで、えー、検索していただくと、ね、そうですすね、出てくると思います、はい、ま、え、は、ー、サイトも出てきます。そして今日ご紹介しましたこのガードナーベルトゴルフベルト、はい、こちらが7月からの販売となりますので、はい、ぜひ、まあ本当にあのゴルファーの皆さんそしてあのアスリートの皆さんね、はいえー、そういった皆さんにもですねぜひ使っていただきたいなと。で実際に僕、あのーまあ、ちょっと怪我をしておりまして、はい、骨折してた時にガードナーベルト巻いてた、はいうん すると骨折してた足が楽だった足まで楽になったんですかいや、さっきのほら、結局その足、ももを上げるっていうことで足を上げる動作とかっていうのがすごく楽だったんですよで、左足を怪我してたのではい、はい、松葉杖をついて右足で一生懸命こう上げてたんですけどーガードナベルトを巻いてる時と巻いてない時で疲れ方が全然違うな、はい、いいモニターですね <laughs> だ,だから僕はもうそのガードナーベルトをちゃんとモニターするために骨折したみたいなもんですから。<laughs> 体張ってくれましね本当にそうもうということで、はいまあ、これは僕は体験したものなので本当にちょっと味が足が不自由な方とかも少し、まあ、体験していただいて、ね、実感して良ければ使ってもらえばいいし、はい、あのあ合わないなと思えばそれはそれだと思うので。はいうん、でも知知っっててるかかないかは 大いや本当とにもうなんか買わなくていいんでまずこんなものがあるって知ってほしいですね,ねいやーこれはもう本当にまあぜひ,ぜひあの皆さんねガードナーベルト、えー、そして、えー、このゴルフベルト体感できる場所がありますよね。はい福岡天神大名にある、うん、ニューミーさんという、はいえー、体験型のイベントあショップがありますので、うん、そちらでガードナーベルトはもう本日放送されてる今日から、はいえー、体験できるようになってます。うん ということで、ぜひまあ皆さんね、えー、こちらにも足を運んでいただいて、ぜひ一度ね、はい、え体験、そして体感をしていただきたいと思います。ぜひぜひはい、ということで、えー、ガードナー株式会社からですね、福山健介さんに来ていただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。ここまでのお相手、私、シンガーソングライターの大野隆でした。また来週。さよなら。さよなら。はい、終わりましたあ。ありがとうございました。ありがとうございました。いや、そうよ。 ガードナーベルトを専念するために、俺は骨折したんだ。体を張って。お腹を。最近つまないといけない。いや、本当ですよ。でも、本当、松葉杖ついた時に、もうずっと巻いてたのよ。全然違う。本当に。俺、すごいなと思った。だから、こうやってつくのに、ずっとこっち側の足を上げてないといけない。けど上げてる足が楽なのよ。ここがクッと上がってるから。そう。 だからこれがこうなってる状態より腰がくって上がってるとこの分だけの足がやっぱ上がってるあら実際に全然ですよ。取りたかったそれ。それ取りたかった。まあまだあの巻いてますけどね。はいはいはい。そうそうそう。なんですよ。それ YouTube で言っちゃって大丈夫？全然大丈夫です。はい。えととれてますけど。はい。あこっちはああ。どういうことですので。まあ本当にあの怪我をされてる皆さんとか。 ね、あのちょっとこうまあ体験していただければいいのかなと思います。ぜひぜひぜひ皆さんよろしくお願いします。お願いします。ガドナーベルトでございます。そしてこちらがゴルフベルト。ゴルフベルトです。シャキ。すごいよね、ゴルフベルト。福岡にお住みじゃない方やと他に大阪と東京でにもニューミーさんというのがありますので、よかったら体験してみてください。これね、あのゴルフベルトに関してはあのワンサイズちっちゃくていいと。 あ、そうです。あ、実はえっとちっちゃく表記変わりました。あ、前のその試着の時はちょっと大きめに作られて、M サイズでもなんか S でもいいなと思った僕は。あ、ですです。あのちょうどワンサイズちっちゃいぐらいのイメージです。そうなのね。その通りです。え、そうですか。えじゃあ新しくなったってこと？そうですね。まあまああの見かけというか、呼び名が変わったりぐらいのイメージです。わかりました。いやこれ僕 M つけた時に全部ここがギュってなっちゃったのよ。あはいはい。だから S でいいなって。ここまでしっかり巻いてもですか。はいはい。 そう、S でいいなと思いましたね。うん、はい。絞ってますね。すねありがとうございます。<laughs> はい。ということで、えー、今週もありがとうございました。ありがとうございました。ぜひぜひ皆さん、えー、ガードナーで検索していただきたいと思いますし、はい、そして動画もこれからまたどんどん上がっていきますので、はい、ぜひ皆さんチェックしてください。はい、ありがとうございました。またね